皆さん、こんにちは。水おじさんです。今日はですね、iPhone SE 3 と iPad Air 5 がなんとですね、同時発表かという話が入ってきたので、こちらをね、速報レベルでお伝えいたします。iPad Air 5 もね、だんだん噂が上がってきてたので、確かにね、SE 3 も iPad Air 5 が春という話があったので、これはもしかしてもしかするかもしれません。そして一つ目、Mac お宝鑑定団ブログさんの情報です。なので、信憑性が高い情報になってきます。で、二つ目が2機種の仕様についてね、こちら今分かっていること、そして Mac お宝鑑定団ブログさんから読み取った情報の方をお伝えしていきます。またこのチャンネルではほとんどの人が知らない技を紹介する iPhone の便利技10選プラス1の動画や、ミニ系の iPhone のバッテリー検証として13ミニ、12ミニ、SE2 をバッテリーが尽きるまで耐久テストしてみたなど iPhone の検証お役立ち動画がたくさんありますので、今のうちにチャンネル登録をしておいてください。それでは行ってみましょう。はい、ということでね、 iPhone SE 3 iPad Air 5についてということでね、今日突然入ってきた情報なんですけども、1つ目、中国の信頼できる情報筋によれば2022年春に iPhone SE 3と一緒に iPad Air 5も発表される可能性が高いということで、この情報は先ほどから話している通り Mac お宝鑑定団ブログさんの方から入ってきました。で、これ2つ目まで読んでしまいますけども、信憑性はかなり高いことで有名ということで、そもそもね、この情報、私もね、海外の情報ちょっとさっき漁っていたんですけれども、そしたらですね、この同時発表のニュースが出ていて、大元のニュースがお宝と書いてあって、おお、日本からかと思って、Mac お宝鑑定団さんからの情報でした。で、これね、海外でもね、信憑性が高いとされていて、結構取り上げられることが多いです。なので、ちょっとね、これは本当かもしれない情報になります。ということで、まずは iPhone SE 3の方の情報から言ってみましょう。はい、まずは iPhone SE 3についてということで、こちらね、ほとんど情報はなかったんですけれども、1つ目、やはりというところで iPhone SE 2と同様で筐体デザインは変更なしということで、これ iPhone SE 2の写真ですけども、今までの情報通りね、やはり同じになるのではないかと。じゃあ何が変わるのかっていうところでは、ここはね、今までの情報を私が記載したものになりますけども、2つ目、今までの話の通りであれば A13 バイオニックから A15 バイオニック、そしてフロントカメラは1200万画素ですね、12メガピクセル、今は700万画素なので500万画素のパワーアップ、そして 5G 通信対応と、こういったね、マイナーチェンジのようなアップデートになるんではないかと想定されます。なので、ホームボタンもきちんと存在しますし、フルディスプレイになるわけではないといったところでしょうか。大きなパワーアップとしてはね、やっぱりカメラと 5G 通信ですかね。そろそろね、やっぱりカメラもね、700万画素っていうのはもう iPhone SE 2だけだったので、ここはパワーアップしそうな気がします。これはこの通りになるような気がしますね。この後ちょっと iPad Air 5の情報の後に2つのね、価格の方の話もしていきます。そして iPad Air 5について、こちらの方はね、最新情報が入っていて、 Mac お宝鑑定団さんによると、1つ目、まずは iPad miniシックスと似た対応になるのではないかということで、要は iPad mini の上位版、画面が大きい版と思った方がいいんですかね。となると以下がスペックなんですけれども、2つ目、 A15 バイオニックチップ、これもね、 iPhone SE 3と同じ対応ですね。まず A15 になるであろうと。そして3つ目が12メガピクセルの超広角フロントカメラということで、こちらも同じですね。 iPad Air 4の方は700万画素だったんで、ここが1200万画素に変わるのではないかというところ。そして4つ目がクワッド LED トゥルートンフラッシュということで、ここはカメラのフラッシュの話ですね。これトゥルートンフラッシュって、普通のフラッシュだとこう白くね、なってしまうんですけれども、 iPhone とか今回この iPad Air 5にも搭載されるんではないかっていうトゥルートンフラッシュっていうのは、なるべくね、人の見た目に近いように映るフラッシュなんですね。なので、このフラッシュ搭載されればね、まあありがたい話です。まあ iPad でね、そんな写真撮るっていう人少ないかもしれないですけどね。そして5つ目が 5G 対応。これもね、 iPad mini の対応、 iPhone SE 3の対応と一緒ですね。 5G にはもちろん対応してくる。そして7つ目が、これによりiPad シリーズは全てセンターフレームに対応するのではないかという話です。このセンターフレームっていうのは iPad Pro などに対応してるんですけれども、人がね、動くと顔を追ってくれるんですよね。結構追ってくれるので、何に使用するかっていうと、もちろん FaceTime とかもそうなんですけれども、ビデオ会議などにもね、便利に使える可能性も高いです。なので、これで全て iPad はセンターフレームに対応するといったことになります。では、ちょっと価格予想の方行ってみましょう。はい、 iPhone SE 3 iPad Air 5の価格予想ということで、こちらね、もう文字がないんです
ですけれども、基本的には 5G 対応したら5000円くらい値段が上がるんじゃないかという想定で記載しています。これは iPhone 12 の時にね、少し値段が上がったというところから、まあ5000円くらい上がるかもしれないという可能性の話です。もちろん戦略的に価格は据え置きになる可能性もありますし、もう 5G のねモデムたくさん生産してるから基本的に値上げしないよっていう話かもしれないんですけれども、一応覚悟として5000円上がったらどうなるかという価格表にしてます。それは iPhone SE シリーズも iPad Air シリーズも同じです。で、 iPhone SE シリーズから見ていくと、 iPhone SE 初代はこのくらいの値段で、 iPhone SE2 今売ってる値段ですね、 64GB と 128GB、 まあ 256GB はもうなくなってしまったんですけど、この値段でした。なので iPhone SE3 になるとだいたい5000円値段が上がって、まあ 54,800円ぐらいじゃないか、 128GB は 54,000円からだいたい5000円上がって 59,800円になるんじゃないかと。こうなるとちょっとね、5万円台というかもう6万円台近いので、これちょっと高すぎな気もしますけど、値段が上がるとしたらこうなってしまう。そして 256GB も販売されるのであれば7万円超えと、まあちょっとね SE シリーズにしては高くなってしまうので、もしかしたらこのね戦略的な価格でこっちとなる可能性もあります。ただあんまりね Apple って戦略的な価格設定しないので、きっちり部品の値段が上がったら価格を上げてきそうな気もします。実際は分かんないですよ、実際は分かんないですけど、このような予想。あと円安ももしかしたら影響して少し値段が上がるといった可能性もなきにしもあらずです。そしてもう一つ、 iPad Air シリーズの価格表の方を見ていくと、一応ですねこれ全て Wi-Fi 版の値段ですけれども、 iPad mini 6から載せてみました。 iPad mini 6は 59,800 円と 77,800 円になってますが、まあ、iPad Air を見るとね、それのだいたい1万円高い値段に設定されてます。なので iPad Air 4は 69,080 円、 256GB は 87,780 円となってますが、 iPad Air 5で大概は据え置きですけども、その 5G が搭載されたことによって、もしかしたら5000円値上げされると 74,080 円、こちらは 92,780 円ということで、この値段になってくると iPad Pro が11インチではありますけども 94,800 円ですので、まあストレージは違いますけどね、ストレージは違いますけども、その値段になってくるので、ちょっとここまで値上げはしないのかなという気もします。これだとねプロとの差別化がなくなってくるので、 Air 5はもしかしたら据え置きでもいいのかなという気はしますが、その辺どうなるかというところですね。価格予想は以上になります。はい、その他思うところということで、1つ目、確かにどちらもね春発表の噂だったということで、これね別々に特集してきたので、私もねあんまり気づかなかったですけども、考えてみたら iPhone SE 3は前々から春発表という話はずっとありましたし、 iPad Air 5もね最近春じゃないか春じゃないかっていう話もあったので、これがね同時に発表されるというのは納得の話かもしれません。でその辺の情報をどれだけ有力かっていうところでは、2つ目、 Mac お宝鑑定団ブログさんは2021年 iPad Pro 12.9 インチがミニ LED 対応のため 0.5 ミリ本体が厚くなるなど多数の実績、要は多数噂を当てているということから、今回の話も結構本当なのではないかという話です。まあたまに外したりもしてますが、ほとんどねここで取り上げられたら当たってくるという信憑性の高さですので、今回もねちょっと当たるような気がしています。そして3つ目なんですけども、あとはどちらの機種もカラバリが楽しみということで、この iPad Air 4なんかはねかなりカラーバリエーションありましたんで、今回どういった色を揃えてくるかというところがかなり楽しみです。そして iPhone SE3 の方はね3色しかないですけども、あちらもどうなってくるか、結局ねカラーバリエーションって揃えれば揃えるほど値段コストが高くなるはずなんですよ、在庫取っておかなきゃいけないので。なのでもしかしたら SE3 はあまりカラバリが増えるということはないかもしれません。値段がちょっとね上がってしまいそうなので、その辺は抑えてくる可能性があります。ただね黒白赤ではちょっとね飽きてしまうので、何か一色新しい色欲しいですよね。一色増やすか一色変えるか、その辺の対応は欲しいところだと思います。はい、ということで今回は速報レベルでお送りしました iPhone SE3、iPad Air 5同時発表かということで、信憑性はちょっとね高そうだという話は分かっていただいたかと思います。ということで1つ目、春が楽しみになってきたということで、この春ねもしかしてこの2機種がね発表販売となるのであれば、かなり3月4月が楽しみになってきました。やはり Apple の新製品がね発表されるとなるとね楽しみになってきます。そして2つ目、この2つの機種ならニュースリリースのみではなくイベントありと予想ということで、ちょっと
た iPhone SE3 だけの販売発表であれば、もしかしたらニュースリリースだけかなと思ったんですけれども、 iPad Air 5も発表となると、もしかしたらイベントが開催されるかもしれません。こちらも楽しみですよね。そして3つ目が価格も気になるところということで、先ほどね、価格はだいたい5000円アップなんじゃないのかなという予想はしましたけども、戦略的な価格据え置きで来るのか、それともね、きっちり値段を上げてくるのか、それとも値下げされるのか、まあ値下げの可能性はちょっと低いところはあるんですけれども、この辺はね、アップルの戦略にも期待したいところです。最後までご視聴ありがとうございました。他にもね、たくさんの最新情報や噂まとめの動画はありますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。